はい、チムチャンネルのチムスケです。ただいまの時刻19時59分となります。9月24日です。はい、それでは本日の1000円貯金をやっていきたいと思います。いやー、今日で13日目になるんですけれども、13日、じゃじゃん、13日目の1000円を入れていきたいと思います。1日ね、1000円貯金頑張っておりますので、皆さんもしよかったらね、今までの動画ももしよかったら振り返って見てみてください。はい、じゃあ13日目ね、1000円入れていきたいと思います。はいですね、はい、まあ、とりあえずこちらは完了ということで、はい、で以前ですね、瓶貯金をやっておったんですけれども、瓶貯金が満タンになった時にですね、昨日こちらのね、入れ物の容器、もし何かねいいものあったらね教えてくださいっていうねお話をさせてもらったところですね、一件コメント来ておりまして、はい、こちら100均のねこの粘土ケースがいいんじゃないのかっていうねお話をいただきました。私のね前の動画にもね、これもね見つけてですね、前から使っておりますので、こちらも皆さんよろしいかと思いますので、でこちらの方はね本当にね千円札ねぴったりなんですね、サイズね。ちょっと上の方が空いてるのと、横が本当に1ミリずつぐらい空いてるだけなんですよ。なのでこれ結構ねおすすめです、ね、こういう千円札の100枚の束とかもぴっちりぴったり入ります。なのでねこちらもね結構おすすめなんです。でもう一つおすすめポイントとして、取っ手がついてる、こっちは取っ手がついてないんですね、はい、ただこれのねクリアがあったら最高なんですけど、まだねそれがねないんですよね。これが本当クリアだったらもうバンバンに宣伝しますね、はい。というわけでこの粘土ケースもねなかなか皆さんいいと思いますね、はい、の紹介でした。はい、でこちらもね100均のケース、まあ、こちらねちょっと半スケルトンになってるんですけども、後ろがねこういったクリアケースみたいになってます。なので多分これを取ったらいい感じになるんじゃないのかなと思うんですけど、多分今剥がしてる、いいですね。そうですね、こうやって見えてる方がやりがいがあっていいんですよ。見えない貯金っていうよりか見える貯金っていうね、こういうのが私のモチベーションを上げていくものでございます。なので今日は13日目の1000円貯金と、こちら粘土ケースと、こちらの入れ物の紹介でした。なので皆さんもしよかったらね100均に行ってみてください。はい、それではお疲れ様です。また明日。